Peggy 12。皆さんこんにちは、田辺健介です。ですね、メトロイドプライムシリーズのプロデュースをするようになって、もうゲームキューブの時からなんで、もう15年ぐらいになります。今日はそのメトロイドプライムシリーズの新作フェデレーションフォースを、皆さんにご紹介しようと思うんですが、愛情を持ってる、シリーズの新作ということで。スタッフ一同、一生懸命、熱意を持って開発に取り組みきました。開発がスタートしたのは2009年になりますね。当時ですね、プライムシリーズの新作として携帯ゲーム機を使ってオンラインのマルチプレイの、ゲームが作れないかなということを考えたんですよ。実験はですね、ゲームキューブの「マリオストライカーズ」とか、あと Wii の「パンチアウト」ですね。それを一緒にコラボレーションでやらせてもらって、いい仕事してくださったネクストレベルゲームズさんでやることに決めました。で、実験したんですけども、当時のハードがこう DSI だったんですよ。で DSI のハードスペックでは、そのファンの皆さんにこう満足していただけるだけの、パフォーマンスを出すことが残念ながらできなかったんですよね。それがちょっと何年か経ってですね、C スティックが搭載されたニンテンドー 3DS が出てくるっていうことが分かったんですね。でそうするとですね、そのさっき言ってたパフォーマンスの問題とか、これ解消しますし、あとコントロールにも幅が出るっていうことが分かったんですよ。もう一個でもね、ストーリー的にやりたいっていうことがあったんですよね。それが何かっていうと、銀河連邦とスペースパイレーツが戦うっていうやつですよ。これは、絶対どっかで戦ってたはずだと思うんですけれども、ゲームの中では実は1回も描いてないんですよね。でこれはどっかで描きたいなっていうのも10年ぐらい前からずっと思ってて、で、今回よしやるぞっていうふうに決めたわけですね。連邦とパイレーツの戦いに焦点を当てるっていうことは、ストーリー上は、サムスは出てくるけどもメインのプレイヤーキャラにはできない、連邦兵士でやらざるを得なかったっていうのはそういう意味でも必然やったと思ってます。ゲームシステムの面ではもう一個やってみたいテーマがあったんですよ。それはですね、 RPG みたいに、プレイヤーがそれぞれの役割、例えば僧侶とか戦士とか魔法使いとか、そういうものを役割分担できるようにするっていうことなんですよ。ミッションごとにね、連邦から共有されるサブウェポンがあるんですけども、それをそれぞれのプレイヤーが重量制限の範囲で持てるだけ持っていくようになってるんですよ。例えばその HP のサブウェポンをたくさん持っていった人は、これは僧侶になるやろう、ミサイルを独り占めする人がいたらその人が戦士になるやろう。今日はそのテーマについてももっと詳しく話したいですし、あとなんでデフォルメキャラなんかとか、なんでブラストボール作ったんですかとか、そういうこと話したいことまだまだいっぱいあるんですけども、それはまたの機会ということで、ただ今日間違いなく一つ言えるのは、フェデレーションフォースはまさにメトロイドプライムの世界を描いた、タイトルだっていうことで、それはお約束します。